違うみたいな。これもいい。そう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 、あそこでガウディが死んだあそこで死ぬまでおったとかな。最終的に残ったわけやからな。こちらの人たちにとってそういう文化はもともとないんで、これでいいと思うんですよね。で、建物としてはあの大きさの建物を建てていた。大きさですね。だからあれだったら建物としてここの土地の3分の1ぐらいですね。そのくらいでいいんじゃないか。で、実際にですね、別荘としてはそのくらいのものが多いんです。はい、それではあのバスの方に戻っていきます。ミモザの花が咲き始めておりまして、わかりますかね、左側のね、まだなんとなくちょっとちょこっと開いてるだけです。あ、すいません。はい、あの丸いのは何かありました？あれ石ですか？あれはね、ロタリオの石、あの名前で言われてる。ロタリオって石炭を拾いかけるから水のように、あの、イスラム教徒を持ってて、あのロタリオ、まあ、あの一見教徒を持ってて、人の石を出たんだって。あ、これですか？はい、これ地球開発と言われるん
ね、マッチョってどういうことですか。マッチョってどういうことですか。マッチョって大きいですね。松の実を取る。これが大きくなって、松ぼっくりのでっかいやつになると松の実が取れます。実際に取れます。日本の松の木で松の実を取るとちっちゃいんですけども、うん、こちらのこのタイプの松の木の、松ぼっくりの大きいのには、いうところ の、 あの売ってる松の実が入っております。入っておりました。当たり前です。地中海松と言いますね。ただ松の木は荒れた土地にできるんですよ。松の木がある土地は人間が一回木を全部切り倒した後にできたと。はい、渡っていきましょう。だから日本の、 あの、瀬戸内海島々がみんな松ですよね。あれはあの、お塩を作るためにあの、ま、あの、あった木を全部切ってその後に何回も何回も生えたものですよね。松だけ、松にしかなくなるから。